皆さん、おはようございます。リンクトゥライフ、未来をつなぐハーモニーのお時間です。この番組では、身近にラジオをテーマに、様々な団体の協力のもとお送りしています。現在は、広島経済大学の行動館プロジェクト、カフェ運営プロジェクト、カンボジア国際交流プロジェクト、東北支援プロジェクト、そして NPO 法人スピカの4団体に協力していただき、毎週パーソナリティが交代しながら放送しています。総合司会を務めますのは、広島経済大学メディアビジネス学科3年、岡慎こと岡野光平です。本日は6月1日月曜日の朝です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日から FM ハムスターも新規一転、番組の改編が行われました。まあ、このね、リンクトゥーライフという番組はですね、そのままなんですけども、他の番組、新番組もたくさん揃っております。ね、今回新しく入ってきた1年生が初の生放送を担当するというですね、ハムシュという番組、夕方からありますので、ぜひね、こちらの方も聞いていただけたらなと思います。はい。今回、まあ、6月1日、まあ、月曜日ね、本当に朝の9時からこの FM ハムスターを聞いていただいて本当に嬉しい限りです。ね、今日なんかは皆さん知ってますか？自転車のに関する法律が変わったんですよね。これに関してはですね、僕も自転車で、毎日通学をね、してますので、ちょっとすごく、まあ、身近というか、皆さんにとってもですね、ね、今までは車とか、ね、バイクとかっていうのは、こう、法律があったんですけども、ね、今回自転車にも、こう、まあ、法律というか、ない、そういう、ね、危険な行為をした場合には、講習を受けなければならない義務が発生しましたので、ね、詳しいことはですね、項目、まあ、一時停止しなかったとか、まあ、ね、お酒飲んだ、まあ、あれですよね、飲酒運転してしまったとかっていうのは、いろいろありますので、ぜひね、この項目、インターネットなどで調べていただいたらなと思います。ぜひチェックよろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。はがき、お手紙の場合は、郵便番号 731-0192、広島市安佐南区祇園5丁目 37-1、広島経済大学 FM ハムスターまで。ファックスは082-871-1620、 メールは fm.hamstar@live.jp までお願いいたします。皆さんからのメッセージお待ちしております。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。ここで一曲聴いていただきたいと思います。6月に入って、もう梅雨ですね。まあ、梅雨に関しての曲になるんじゃないかなと思います。ポルノグラフィティで、サボテン。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。中高生の夢、笑顔実現プロジェクトのしんちゃんです。笑顔になるときは、可愛いものを見ているときです。リンクトゥーライフ。カンボジア国際交流プロジェクト2年、上寺遥です。笑顔になる瞬間はグレーの音楽を聴いているときです。リンクトゥーライフ。ここからは地域や主役のコーナー。今回は行動館プロジェクト、カフェ運営プロジェクトのエンジョイタイムの時間です。このコーナーはカフェ運営プロジェクトの提供でお送りしています。今回担当してくれるのは、カフェ運営プロジェクトの副リーダーであります、玉野ゆうきくん。通称玉ちゃんです。ね、とっても愛らしい愛称ですが、ね、とってもしっかりしていて、でも、
こう話をするのはトークが豊富でですね、とっても楽しい、ね、収録になりました。で今回はですね、まあ、普段 HE カフェタイムに、こうね、通っている方でも耳寄りな情報となっている、ね、あるイベントの時だけこう登場するメニューを、たまちゃんこと玉野ゆうきくん自身から、紹介してもらいます。ね、僕も聞いた時に、もう僕も結構ですね、HE カフェタイムよく行くんですけども、ね、こんなね、裏メニューというか、こういうメニューあったんだな、みたいな。ね、改めてちょっとびっくりしてですね、イベントの時も、まあ、ね、比較的にこう僕静かな時に行くので、こういったイベントの時にもですね、ちょっと足を運んでみようかなと感じたところです。ぜひね、このコーナー、皆さんも聞いていただいて、HE カフェタイムに行っていただけたらなと思います。エンジョイタイム、このコーナーはカフェ運営プロジェクトの提供でお送りいたします。月に一度カフェタイムの情報をあなたに。エンジョイタイム。おはようございます。ここからはエンジョイタイムのお時間です。このコーナーでは月に1回 HE カフェタイムの情報をお届けしたいと思います。今回担当させていただくのはカフェ運営プロジェクト3年のたまちゃんこと玉野ゆうきです。よろしくお願いします。まずはじめに HE カフェタイムとは、カスタマーファースト地域とともにを経営理念として掲げており、すべて学生だけでカフェを運営しております。今日から6月ですね。梅雨の季節になってまいりました。いや、雨は好きなんですけど、外に出るときは雨嫌いになっちゃうというなんとも微妙な季節です。それとやっぱ気持ち的にちょっと暗くなっちゃうのもあれなんですけど、でも落ち着きたいときは雨がいいなって思う季節です。皆さんはどうお過ごしですか？実は私副リーダーをやっておりまして、陰ながらにもカフェウェイプロジェクトを支えています。皆さん応援してくれたら嬉しいな。今月の商品を紹介する前に一曲ご紹介させていただきたいと思います。Perfume の大丈夫はないという曲です。名前はちょっと大丈夫はないってあれなんですけど、まあ、僕自身 Perfume の大ファンでして、中学校からのファンで、もうライブに行ったり、グッズをも買ったりとか、もう本当に Perfume さんの活躍はいつも情報をチェックしておりまして、もうそれほど大好きな人です。その中でも僕が最近お気に入りの曲を紹介したいと思います。聴いてください。 Perfume で大丈夫はないです。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。今月紹介する商品は、シーフードドリアです。この商品は雑貨イベントを普段からやっておりまして、雑貨イベントのためだけの商品です。実はこれシーフードドリアなんですけど、価格が500円とワンコインで食べられる商品でして、ワンコインの中でもシーフードをふんだんに使った贅沢な一品となっておりました。トマトベースのドリア でシーフードももちろんふんだんに入っておりまして、チーズもたっぷり入れて、もうチーズのとろけるあの缶のビール、あの感覚がすごく一押しな商品です。今回私が作ったので自信作です。ぜひ一度食べてみてほしいなと思います。ここからイベントの情報をお伝えしたいと思います。雑貨イベントは、今月の6月の5日と6月の9日で、行われます。時間帯は11時から
だいたい15時までやっておりまして、場所はここ HA カフェタイムでやっております。先ほど紹介したシーフードドリアも、販売しますので、ぜひ足を運んでほしいなと思います。あ、言っておくの忘れていました。こちらのシーフードドリア1日限定15食ですので、お早めにご注文ください。そろそろお時間となりました。皆さんいかがだったでしょうか。1A カフェタイムは、平日の月曜日から金曜日の、11時半から、17時まで、ラストオーダーが16時半となっておりますので、お気をつけてください。カフェ運営プロジェクトは学生たちが、皆さんの笑顔をお届けするために、日々奮闘しておりますので、ぜひ、学生の笑顔を見に来てはいかがですか。今回初めてラジオを実際やる側としてやってみたんですけど、やっぱり緊張しますね。普段からラジオとかは時たま聞いたりするんですけど、やっぱり聞くのとやるのはやっぱり違うなと思いました。でも緊張したんですけど、その中でもやっぱりこうやっててどんどん楽しくなってきて、また次回こうやって機会に出させていただけるのであれば、またぜひね、HA カフェタイムの情報とかも私がやってみたいなと思います。副リーダーとしてまだまだ至るところもあるかもしれませんが、皆様の応援があってのカフェ運営プロジェクトですので、これからも応援していただいて、皆様に愛される、カフェ運営プロジェクトとなれるよう頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。僕副リーダーも応援してね。今回カフェウェイプロジェクトがお送りしたエンジョイタイプも来月もやっておりますので、ぜひ聞いてください。今回担当したのはカフェウェイプロジェクト3年のたまちゃんでした。バイバイ。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。FLP の上順です。今頑張っていることは大学を盛り上げることです。リンクトゥーライフ。中高生の夢が実現プロジェクトの太田雄一です。今頑張っていることは不登校生の生徒さんを笑顔にすることです。リンクトゥーライフ。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。リンクトゥーライフ、未来をつなぐハーモニー、いかがだったでしょうか。この番組では皆さんからのメッセージやご意見お待ちしています。はがき、お手紙の場合は、郵便番号 731-0192。広島市安佐南区祇園5丁目 37-1 広島経済大学 FM ハムスターまで。ファックスは 082-871-1620。871-1620。メールの場合は fm.hamstar@liv.jp までお願いいたします。皆さんからのメッセージお待ちしております。また FM ハムスターでは Twitter、Facebook、ブログも日々更新しておりますので、FM ハムスターと検索してください。リンクトゥライフ、未来をつなぐハーモニー、お相手は
広島経済大学メディアビジネス学科3回生、岡野光平でした。